パセリパセリの露地栽培パセリはセリ科の一種の二年草。野菜として食用にされる。和名はオランダゼリ。フランス語名はペルシ、漢名は高セリ品種改良によって歯が縮れているものがよく使われ、カーリーパセリ、またはモスカール種とも呼ばれる。イタリアンパセリは同族別種。中国パセリは同化別族。二年草。カールリンネは パセリの原産地をサルディニア島と主張したが、結論は出ていない。草丈は30、60センチメートルで、爽やかな香りを持ち、鮮やかな緑色をしている。葉は、能力色で表面に光沢があり、2から3回産出服用をつける。2年目の夏から秋に、60センチメートルほどの家計を伸ばし、5センチメートル程度のセリカ特有の副産系果樹をつける。果には、 計2から3ミリメートルほどの黄緑色の小さな花が多数つく。長さ3ミリメートルほどの小さな果実は平たい楕円形または甲卵形で一般にはパセリの種と呼ばれている。南イタリア及びアルジェリアが原産と言われる。古代ローマ時代から料理に用いられており、世界で最も使われているハーブの一つでもある。地質や気候への適応性に優れ。 栽培が容易なため世界各地で栽培されているが、乾燥には弱い。なお葉が縮れているものは、人間の品種改良によって生み出されたものであり、自然界では不利になる形質である。日本には18世紀末に、オランダ人によって、長崎に初めて持ち込まれたとされ、長崎で栽培されていた。このため、オランダゼリ、ヨーゼリなどの名で呼ばれていた。本格的に、 日本で栽培が始められたのは明治初年以降である。食材としての旬は冬で歯の緑色が濃くてみずみずしいものが良品とされている。日本では歯が縮れたパセリが一般的であるがヨーロッパでは歯が平たくて縮れていない同族別種のイタリアンパセリを使うことが主流でこちらは香りや苦味は少ない。 日本では主に葉を料理の付け合わせや飾りとして使われるが、他にもそのまま食用としたり、ブーケガルニなどにして、香り付けに用いたり、匂い消し、飲用など多種多様の形で利用されている。また、パセリは、精油成分を多く含むハーブの一つでもある。パセリは油分を中和する働きがあるとされているが、分解はされずそのまま吸収される。ネパセリも、根菜として、 ヨーロッパでは広く流通している。太った根は禁煙種である人参に似た外観だが、爽やかな独特の風味がある。ユダヤ料理で特に用いられる。栄養価は、極めて高く、過食部 100g あたり、ビタミン A の元になる β カロテンを5054、マイクログラムビタミン C を 133mg、カルシウムを 554mg、鉄を 6.2mg 含んでいる。 その他、ビタミン B1、ビタミン B2 などのビタミン B 群を含み、マグネシウムなどのミネラル、食物繊維、葉緑素、カリウムなども豊富に含み、これら栄養素の含有量は他の緑黄色野菜の中でも群を抜いている。香りの主成分、アピオールは食欲増進作用があり、消化を助けて口臭を予防する働きがある。また、防腐効果もあり、 食中毒予防に効果的と言われている。乾燥させないように湿らせたペーパータオルなどに包んでポリ袋に入れて冷蔵保存する。冷凍する場合はパセリを刻んで保存袋に入れてから冷凍庫に入れる。消化不良や食欲不振の経緯や病後の疲労回復、貧血、生理不順などに生の葉や青汁を飲むと効果があると言われている。 青汁で飲むときは、醤油をついた治療を 30g とし、水 100cc ほどと、レモン汁や蜂蜜などを加えて、ジュースにして飲用する。鉄分が多いため、貧血対策にも効果が期待できる。民間療法で、打ち身、くじき、虫刺さ,されに、醤油をすりつぶしたら、患部に乗せて、ガーゼなどを当てて、冷湿布すると効果があると言われている。 脱体効果を持つアピオールを多く含むため、中世では脱体薬の原料とされた。通常摂取される量では問題ないが、薬効を期待して過剰に摂取したり西洋摂取することは危険とされ、特に妊娠中と授乳中の女性は避けるべきとされる。ドイツ保健省の薬用ハーブの審査を行う委員会コミッション E では、パセリの根に腎臓結石の治療作用があるとして承認している。 米国ではグランに認定されている。精油の独特の香りはアピオールやミリスチシンなどの精油成分によるものである。精油を経口摂取することは医学的に危険を伴うとされ、流産や腎障害や不生脈を起こす。ミリスチシンは過剰摂取によってめまい、難聴、幻覚、低血圧、除脈、錯乱、肝障害や腎障害を引き起こす。 授乳中は、摂取を避けるべきとされ、またお茶に入れるのも危険性が示唆されている。種子の抽出液もアピオールやミリスチシンを多く含むために、皮膚に塗ることは、抗栓過敏性の皮膚炎を起こす可能性があり、危険性が指摘されている。種子にも脱体作用、子宮及び月経刺激作用があることも知られている。ありがとうございます。